こんにちは、僕たちは韓国人バンドピアニキでーす。じゃあ今日からなんか変わりましたね。あ、そうですよね、はい、今日から日本語の勉強するために日本語でレブしようと思います。イエーイ。大丈夫か。楽しみ、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 心配しないでください。今週準備した曲はアドさんの音です。うわうわしたいならどうぞ、火炎準備しちゃおうかな。でもわでも愛してね、ほらせーの低音響かせろ。おーおーおー、今宵はアンテンパリー。うわ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 、踊り出せ踊り出せ、孤独は先まで乗れ。音を決めた理由は、あ、最近めちゃくちゃ有名でしょ、才能もあるし大人気だと思って決めることになりました。もう汗が出ちゃう。でも最後まで一緒に頑張りましょう。じゃあ行きましょう。はい、アドさんは日本の女性歌手です。事務所はクラウドナインと、ラベルはバージンミュージックです。2016年から活動しました。頑張りました。ありがとうございます。リリースの時、1日に100万回以上再生されてた。そうです。この曲が NHK の夜行音楽ボカロ P5 分っていう番組でテーマソングになって、そのプロ番組がボカロ P を一つずつ読んで、その人の紹介もするし、その人のなんか音楽の世界観とか話す番組なので、アドさんの曲を使うのがもっと意味があると思います。以上です。ボカロ P が何でしょう。ボカロイドプロデューサー。ボカロイドの曲を作る人。そうですね。うっせぇわとかギラギラレビューしたんでしょ、うん、そうです。その動画とこっちをクリックしたら見えることになります。サッカーがレオルっていう、いつか見ていた映画の、うん、あのチームの曲を作る担当する人がアレンジをしましたけど、あの人って本当にバッチバチな EDM で日本のチャットに上がる人ですよ。でマニアックなジャンルで日本のトップのチャットに上がってる人なんて、すごい人だと思います。作詞を担当した方も大ヒット曲をたくさん出してくださったデコニナっていう作曲家さんが今回の曲に歌詞として参加することにしてくださって、めっちゃマジで嬉しかったです。おー、ファンとしては行きます。はい、反応は正直なんか韓国語で言っちゃっても、うん、最初からなんかリングでしょこれ。そうです、ボクサー、ボクサーっていう、이게처음시작할때내가뭔지몰라가지고게임인가막이래서하게됐어요。주노도뭐기구에듯이음악도나사리뭔가보통리듬가라틴노케라틴노케라틴노케그런中でトランペットの音が結構魅力的な。歌詞の頭に半端なら形容をだけからなんかインスパイアされて、上司のボクサーの話で作ったって言われました。やめられそうっすね。ゲームゲットの、うん、そうそうそう、シングルゲーム약간유치할수도있는데음악이너무수준높아서약간같이올라가는느낌상호작용그리고가사같은거보면은뭔가頑張って、学んで、なんねって、とかなんかラインに落ちる人がいたら、노래부를때도엄청신나죠。ふわふわしたいならどうぞ、火炎準備しちゃおうかな。でも、でも愛してね、ほらせーの、低音響かせろ。ここから EDM だ。
最初ラテンからスタートして EDM になるんですよ。それもめっちゃ面白かった。オードはなんかスペインに行った感じ。サビをよく聞いたのに、なんか騒がしいピアノが一つ入ってまして、それがラテンアメリカだけの音楽、モンツーノっていうジャンルがあって、そのモンツーノのピアノ のやり方を、弾き方を入れてます。で、まあ、ラテンっぽいなと思ったのは、本当にこういうラテン的なことがたくさん入ってます。それとパーカッションも同じ感じの、いっぱい入ってて、これのインストの音源を聴いたとき、2人は結構びっくりしました。これは真似できないそうですね。でもなんかやばくない、なんかそんな高校生の女性がラチンのリズムも乗せるし、そうですね、すごい EDM もなんかできるし天才じゃない。歌い方もラチンとかの EDM とかに合わせて全部変わるじゃん。それめっちゃスタイル関係ない、私は全部で全部歌います。そんな感じ、幅広いボーカル。そう지금이게이제댄스타임이야여기가댄스타임집에서이거들으면서막춤을추면돼그냥막허리도막이렇게막약간이렇게막이거알지막허리춤을추는거막벨리벨리아벨리벨리춤막추면서와근데이렇게또또또또또이런거는라이브에서못해불러야겠어그거는 AR 로아 AR 로아니면드럼이하는게있어요아도도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 드럼을아여기또힙합이야근데여기리듬이너무좋아와이렇게들어보면피아노가계속라틴처럼이렇게쳐요아그리고도중도중도중에퍼커션이런리듬들이이제내가스페인이라고느끼는거구나다시이제와아이걸또다시춤추세요여러분춤추셔야됩니다지금이건진짜막터시고막하셔야돼지금장르가몇개그니까이걸딱무슨장르라고말하기어렵겠다응이거는그러니까여긴또완전그냥그거줄알았어어스페인힙합입니다살짝웃는줄알았어스페인힙합이런거는이런거있잖아이런거라이브때어떻게그안하고スープの中のグーあーナンパなら KO どうやってするかもしライブしたらこの曲基本的には普通の録音したやつを流してその上に生ボーカルで歌ったりエフェクトをかけて流したりするってこれがオードがなんかダンスのこともあるけど上げるの意味もあるんだってなんかダンスするのファッションの意味もあるだってオードですよね。そうあそれとこの曲を作ってくださったギガさんっていうボカロ P さんはテディロイドっていう方が一緒に作業に参加してくださって、この曲を全体的に聞くと作曲作詞家の方々の色が全部混ぜているっていう。おお。正直言うと僕今全部理解できなかった。後で僕したら僕が。字幕に韓国の字幕に見て あ分かりましたとする可能性がありますよ。どうやって編集するか今頭が痛くなって。驚かせ孤独は先回りの。何言ってんだよ。孤独を外なんだ。孤独を外に出すの。真っ直ぐだ。テディロイド。そういうギガテディロイド。머리카락으로약절묘하게부끄러운부분을딱가려주는센스이게다드론의입장으로그음결이많이나오더라고화면그래서마지막에드론몇대가있는그모습이구나멋있다어떻게됐단ですか本番に高校生かなと思ったなんかめちゃくちゃ幅広くてなんか何でもできる日本の未来がなんか明るくなったと思う。これを聞いた後に前にアドさんの投稿された曲を全部聞いたんですけど、どんどん幅広くなってのがとってもなんか楽しみなっていう感じの感じでした。うっせぇわがめちゃくちゃ売れて、そういうもうちょっと
いろんなことをやってみたいなっていう風に感じられますね。本当に芸術的なものを今どんどんやっていく感じがしましたけど、まあ、これもめちゃくちゃ売れてますね。ビームしかないと思いますね。これで芸術的なものがチャットのトップに上がってる国はあんまり、日本以外にはあんまりいない。なんかこの曲は本当にライブで知ってほしいとか、アドさんが直接に出なくてもいいけど、なんか画面の後ろに歌うだけ知ってて、なんかいろんなパフォーマンスがあればもっと嬉しいと思います。アドさんの歌詞とか見ると自分から言うこと、難しいことの中でなんか、いや言いたいなことをアドさんが言ってくれる、なんか曲聴くとスッキリになります。となんか日本語でやってみましたがどうでしたかな、なんか聞きたいです。もしよかったらコメントをしてください。今週も見てくれてありがとうございます。